茨城県道298号、高萩停車場線高萩市荒川高萩、停車場線茨城県道298号、高萩停車場線は、茨城県高萩市にある JR 常磐線、高萩駅と国道461号を結ぶ、茨城県の県道である。JR 常磐線高萩駅に口と国道461号を結ぶ、停車場連絡道路。 高萩駅西口からまっすぐ伸びる駅前街路を進み、突き当たる定時路で左折する L 字線形の2車線道路である。高萩市本町2丁目終点、国道461号交点までの路線区間は、かつての陸前浜街道であった。1959年10月14日、前進に当たる県道高萩停車場線を廃止し、新たな県道として、 高萩市大和技高萩の高萩停車場を起点とし、県道上、高倉高萩先行店を終点とする区間を本路線として、茨城県が県道路線認定した。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。AB、道路の区域の変更、茨城県法。 第1144号 PQ 道路の区域決定茨城県法号外10月14日よりハット ABCDE 茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在県道路線廃止茨城県法号外10月14日より茨城県法第779号対象9年4月1日茨城県国時代147号より 県道路線認定茨城県法、号外10月14日より県道の路線名、及び、整理番号の変更茨城県法、第637号3月30日より、電線共同校を整備すべき道路の指定、茨城県法、第843号 PQ。ありがとうございます。